この警報いつもと違うぞ。確か2号警報じゃなかったか。まさか騎士兵。大型騎士兵1ポーター10、ポーターから出た兵隊の数は。バカ者、それだけの数がこんなに接近するまで気づかなかったのか。ですが騎士兵はもういなくなったのでは。おい、どうした応答せんか。対空砲1号から3号、迎撃準備はできているのか。一機たりともコロニーに侵入させるな。コロニー中から戦えるものをかき集めろ。非戦闘員はシェルターに避難、誘導を急がせろ。やった！いや、待て、バカだ、全く聞いてないだと。なんだあの鬼神兵は。あんな方の鬼神兵見たことがないぞ。言うて撃ち落とせ。はい、どうもTSです。それではゼノブレイド、続きをプレイしていきたいと思います。ですね、まず、前回までのパートでですね、ボコボコにやられたモンスターへのリベンジと、街のピンチ、今イベント見ていただいてお分かりかと思いますけど、敵にですね襲われた街のピンチを、救いに戻るということをしていきたいと思います。ピンチだというのにね、リベンジに勤しむ主人公たち。さーて、もうね、数え切れないぐらいボコボコやられてるね。よいしょ、頑張ってね、ちょっと先頭で頭ならしてみましょう。戦う前から勝負は見えてるぜ。戦う前から勝負は見えてるぜ。これは前振りじゃないよ。楽勝楽勝。あ、見てる、俺たちの勝ちよ。そう、リベンジしに行こうと思う。楽勝楽勝。なんか、仲間がすごいハードルが出てくるんだけど、大丈夫だよ。ほらほら、この調子でいきたいですね、本当に。なんかそういう手に入るかもしれない。いいよ、出なかったですね。さあ、ちょっと、あ、違った。まあいいや、アイテム、もうライト。それにしてもやっぱ、この格好寒いですよね。自分で装備してみてなんですけどね。うわ、もう見てるだけで寒いこれ。さあ、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 アイテムください。はい、これヘイトを、ヘラシーの、これ、アイテム。気を抜かずに行こう。気を抜かずに行こう。はい、でおう、本当よ。さあ、これどうしようかな。本当に強いんでね、このユニークモンスターってやつ。さあ、回復だ。まずは、エイト、アゲーの、突然の、ハイエンの、ハイエンの、とりあえずハイエンの、オッケー、うん、ダメだ、いけてない。ダメだ。はい、ね、ハイエン。もう4桁のダメージ。強くなってもらうのって困るんですよね。はい、それ。負けられないよ。いや、マツコピンチの前にやられたからね。行くぞ。さあ、ちょっと緊張してまいりますね。何で？マツコ、あ、殴れなかった。ちょっと待ってください、本当に。おや、おや。さあ、こっち来なさい、こっち来なさい。なんでって、ボコッと出てくる。出てねえ、出てねえって言いましたね。危ないね。この調子でいこう。これ引きつけて倒す王道の作戦でいきましょう。来たー。ほら、さあ、出ます。さあ、こっちで。こっちで、こっちで。こっちで。はい、こんにちは。ふぅ。さあ、飛んでいきます。角星。
こんな虫引っ掛けたくないですよね、本当に。もうこいつ、もう、本当にこいつ強い、もう、もう。さあ、僕は最後にね、おや、死ねね。逆にでも、石なんて切らないですよ。すごくないですか？もうちょっとダメージ出せるんですよ。この虫たちは、超力あんまり発達しないですかね。こんなダッシュダッシュダッシュ音言ってた。気になるもんですけど。こっち、こっちいらっしゃい。いらっしゃい。魅力よ。ああ、飛んでくるというか、這いずり回ってきてる感じですよね。危ない危ない。間違ってやっと攻撃したら危ないね。ダブよ。いらっしゃい。あーい。こっちの両連携は。なんだよ、間違ってね。でっかいのに気づかれたら危ないね。さあ、装備が。なんかいいのがないんですよね。なんか目に入ってるかな。おっ、また、あ、一気に硬くなりましたね。でも、ラインがね。まあ、一応装備できるの。まあ、魔法じゃないでしょ。エーテル防御とか、今いらないですよね。ラインは、まあ、でもフィオルンがね、HP 少ないんでね。でも、多分一番防御ないですよね。ラインの武器も特にいいのはない、ない。ない。特にはない。さあ、何かあげられるものは、結構あげられるな。何しようかな。やっぱ、ヘイトね。この、側面背面の効果はでかいんでね。で、ちょっとこれ、多分結構、バンバン打てるようになると強いと思うんで。あとは、そうね、やっぱ、こう、点灯狙いで。かなまあこんな感じですかね。さあ、ラインは、ちょっと、上げ取ってもらいたいんですけど、どうしようかな。でも、上げ取ってボコボコにされたら、でも、やっぱ点灯無力化してる時間を長くするのと、ヘイトかな。ノースイング。上げれるけど、どうしよう。ボーンアッパー。レイジね。タレントゲージ。タレントゲージね。ボーンアッパー結構出るな。レイジもいいよな。とかゲージ増加っていうと、あれかな、連携のやつかな。フィオルンが、気絶このやつあげようかな。でも出血で継続ダメージ。にしようかな。背面からですね。回線崩し。で、背面ダメージ。で、この気絶狙いと。結局、結構上げれるもんすね。よしよし。あとは、さあ、行きますか。こいや、失敗した。怖いけど。あ、くる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 。あ、痛い。ここで避けられないですかね、毒グレース。あ、いった。いいね、タイミング。これ結構タイミングよく発動したいですね。まだかな、まだ来ないか。まあいいや、ちょっと行こうか。危ない危ない危ない。来た今だ。必殺技みたいなのダメなんだね。ただし、よし、指導、崩し、転倒。そして、気絶。バッチリ。で、はい。回復の、はい、今使えない。はい、OK。背面。よしよしよし、結構いいダメージ。よしよしよし。でも結構ピンチ。いけるか。よし、ここで。よし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 。出てきた。吉川さんがすげえ燃えてらっしゃる。で、この早打ち下げて、みんなで、今だ間に合わなかったか、まあ、いいか。はいこれで、点灯そして、気絶いけあーもうちょっと、でもこれ押し切れいけるいける押し切れ押し切れおーっすおーっすおーっすふぅうさぎさん乱入あぶねえ。私たち強くなったよね。俺のおかげだな。いや、来ましたね。やっと長かった。いや長かった。長かった。さささささ。なんかね。おお、強い。ちょっと待ってね。おお、強い。ね、ラインが一番ね、重要ですよ。ライン崩れると一気に変わりますよね。で、だってもう、で、何が手に入ったのかな、なんか、わかんねえ。まあですね、ニューみたいな項目ないですね。ウルドグリーン。ウルドグリーンってなんだ。さあ、ラインよ。元盛りを上げるのです。ゴールド、装備ができないっぽい。あれ、対応のあれじゃない。なんか違う味方が遊んでいるのかな。なんと言ったまあ、いいや。とりあえずね、あっちのピンチですね。すっかり忘れてますけど。もう襲われてますからね。
あらかじめ邪魔かじめ来ないか。でもアイテムが欲しいかな。どうするか、これだけだ。あれみんなのおかげだよ。さあ、松がピンチだ。急ぐんだ、シルク。すっげ、すっかり読めつくですね。おー、なんか火力使わせ、こんなところまで散るのか。お、どうだ、これはこれはここから、行け。あらぁ、死なない、頑張れ。え、死なない、おー、僕だ、死なない。え、死なないよ、まあ、嘘言わないですよ、どうだろうな。どんどーれのでもなんか高いから行けないですね。さあ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 急げ、助けピンチを救え。なんか魚がいる。お、結構上に高いぞ。でも何行くんだ。ちょっと走りますか。結構高いぞ。この調子で行こう。次も頑張ろうね。お、なんかいるな。怖いです。怖い。ちょっと上に行くぞ。なるほど。どんどん進みましょう。威力、こいつから出るんですか。どうも見せる。あ、これだ。あ、忘れてた。さあさあさあ、相手もよく待てられないんだ。俺に任せとけて。行くぜ。これも経験値が少ないので、ごめんなさい。お、なるほど、調べてみましょう。今でもどうした。あ、入れ。あ、なるほど。いやいやいや、もう全然出てない。はいはいはい。どうだろう。うん？あ、これもなんか立ててるね。はいはいはい。結構こいつ、落ちてくる。あ、すげえ。なんで？あ、いいな。あ、いいな。やる。これ、街のピンチだけど、何やってんだって話ですね。あ、気にしたら負ける。え、なんか戻らないで。お、気にして。触覚。おっと、なんか虫さんいますね。あれ、あれですか。大丈夫ね。いいです。あれだけですね。あそこちょっと、色を変えちゃった。どこにはないのかな。お、なんかいる。ちょっと、まあ、レベルの5なんでね。レベルかな。うわ、今、誰かが刺してくれてる。あ、いいやはり。これ、レベル5の敵にしては分かるんですね。なんか一発になりますね。ウィークモンスター。なるほど。強いけど、押しも安いので、まあ、いずれはもうピンチだよね。そういうことでね、何やってんだ、諦めたよね。待ってろ、ピンチだ。待ちろ、ピンチだ。やばい、ピンチだ。アイテム。アイテムを拾っていくスタイル。もっと。あー、襲われてる。はい、一番最初。食われてる、食われてる。一番最初の。バンバン食われてますね。食われた。助けられないんだ。あ、やっぱ容赦なく食われちゃう。あいつら人を食ってる。すごい。ダンバーさんはフィオル、見に行け。うん。これ食われてないよね。おっと、来た。ヤイ、来るなら来い。ぶっ壊してやるぜ。そうだぜ、ぶっ壊してやるぜ。さあ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 、バーティーメンバー、チームは転倒させてこうと。はいはいはい。転倒すればダメージ当たれますってことはない。え、転倒しないとダメージ入んない。ふうふうふう、パウンストライクで崩しましょう。はい。あ、なるほどね。その一人だけ剣道できないから、あれ、この分だ、これを崩せば、これはどうだ。おお、崩した。ほら、あれ、終わった。倒せないんだ、雑魚敵みたいなの。見ろよ、ぶっ壊してやったぜ。
え、まあ倒せないでしょ。一時的に動きを止めただけだ。すぐに動き出すよ。ダンバーさんは？お兄ちゃんいないの？どこにも。あ、そういえばなんか引きずってますね。ダンバー、あの体で。ライン、研究棟へ行こう。あそこなら。研究棟？そうか、あそこにはモナドがある。うん、モナドならこいつらを倒せるはず。なんかあの走り方がすごいですね。なんかホーバーに近い感じですね。チーヘが逃げても全力です。なるほど、まあ、逃げても全力です。なるほどね、そういうことか。こいつら硬いからってことね。うん、なるほど。逃げるぜ。待ってもいい。今助け、助け、助け。おっと、危ない、危ない。オッケー、行け。あの上倒してる間にもうどん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 やんなきゃダメなんですね。硬いです、硬いです。いいな。本当ですよね。オッケー。お、やっぱり。逃げた。お、でも早く始めますね。これよ。気絶するのかな。お、あ、なるほど、気絶した。どういう意味？ほら、お、右ですね。ダイドですね。おりゃ。よっしゃ。お、なんか、来た。お、よく。バン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 始まりますね。バンバン始まりますよ。あ、やばい。やばい。え、どういうこと？転倒したのかな？普通にダメージ入りましたね。なんか割となんとかやったんだけど、あ、これやばいと思ったんだ。飛びね、うわ、弾かれまくりする。いや、オッケー。ダウンして、もう罠のみダウンしてくれたから、早い。ほら、頑張って、押して、押して。うん、まあでもあんま経験値はくれないですね。なんかでもいいもんくれないかな。ほら、飛び。こんなちっこいのですから、やっぱ弾かれるんですけど、バシン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 。ほら、おー、すごい。この待ってましたから、4回のタイミングで待ってますね、ラインが。ほら、シエは根絶してやるわ。ひどい、でもそんなにはすごい始まると思った。ひどい、逃げた。おお、ひどいタイミングで抵抗を逃げた。え、呼ばれてた、俺にしこう、呼ばれてた。そろそろ崩すんだろ、みたいな。もうなんか、もっといいやつくれないかな。ゴロゴロゴロ、はい、2回目、ゲーム5、1、2回目。あ、走った。あ、お、来たか、よし、オッケー、来た。よしよしよし、なんかすごい、頑張ってる、なんか処分してくる。うわ、ほら、なんか、なんで、あー、あれですよ、両道時間があるね。そんな、おぉ、あ、ダメだね。さあ、いけ。わ、ダメだ、ほら、おいしたー。あ、え、ダメか、落ちてきた。あ、やばい、これやばい。なんだかなー、両道までどれなんだろう。いけ、あれだ、まだか。うーわ、おぉ、来た。いいね。経験値は本当に少ないですね。アイテムもいいな、あんまくれないな。めんどくさいな。めんどくさい。いいアイテムくれないんですよね。経験値もくれないし。もう、ビロ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 。食わないで食わないで。ほら、食わないで。もうなんかすっげえ悲鳴したって送ってる。うわ、なんかできる。できるんだけど。さあ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 、この、あれ？こっから。あの、でかいの出されたね。なんかでかい。なんかこいつ。おいしいだ。結構ね、おいしいと思うんですよ。あらん。はじかれる。さオッケー、外れ、外れたぞ。ほら、押し切れ、押し切って。あ、やばい。さあ、行って行って。さあ、もう挑戦だ。ね、まだ苦しいの。で、弾かれてるけど。はい、転んで。そして、なぜか機械が気絶に行くか分からない。なあ、いいのくんないっすね。なんかくれないかな。出たらくれないっすね。ほら。来る。お、来たか。ほら。はい、今、クラッシュ、クラッシュの被害やばいっすね。一人だけ4桁ダメージ。でかいのいるけど、まあ、くん、ね、経験値くれないんでね。お、騎士兵ども、我々が防衛するコロニーで、指揮官を隊長、みんな隊長だ。総員、ここから一歩も退けろ。あ、みんな逃げてる。逃げるやつは俺が決める。うわぁ、隊長。なんだこいつ。え、さっき笑ってなかった？違うか。え、敵が笑ったの？俺を笑ってやがるのか。お、隊長かっこいい。これ隊長やばいよ。死亡フラグ立ってるからやばい。逃げて。まるで答えないのか。隊長やばい、これ隊長やばいって。わ、隊長。え、なになに、これが動き出す？違う。
あ、そういう、え、逃げて隊長、中から出てきた隊長、隊長、隊長、あ、なんかあの変なかっこいいのが、おお、隊長、マジっすか、うそー、やばい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 、え、またあいつ襲ってくんじゃないの、ちょっと急がねえと、おー、はい、なんか埋もれてんだけど、隊長、みんな鬼神兵め、絶対許さねえ、どんだ、シルク、入り口が、え、もうそれは見えてましたけど、これじゃ地下のモナドは、まだだ、まだ何か手が、ライン、フィオル、まだ自走砲が残ってる、ああ、なるほどね、あれならさっき取ってきたエーテルシリンダーを注入すれば動かせる、自走砲なら居住区ね、ああ、居住区に行けと、行こうぜシルク、フィオル、大将たちの仇取ってやる、もう音楽悲しいよ、おい隊長、もう、ああ、終わった、あ、隊長の悲しみはもう終わり、ああ、なるほどね、見えますね、あれ、こっから見えなかったのに見えるようになってますね、親切だ、またなんかあるの、あれが出てくるの、あ、違う、こんなに、シルク、後ろにも、うわぁ、めっちゃ来とるやん、ダイン、こうなったら二人で突破口を開くしかないよね、みたいだな、嘘、フィオル、転倒できる、騎士兵の列に穴が開いたら君は先に行くんだ、二人だけでなんて無茶よ、私も戦うわ、行くんだ、僕たちもすぐ後を追う、でもこの街は、俺たちホムスは一年前の戦いでダンバンたちに守ってもらったようなもんだ、今度は俺たちが守る番だぜ、そういうこと、そういうことなの？おお、転倒させた。ない。そんな顔するなって、こんな奴ら俺がちゃちゃっと片付ける。主力に怪我もさせねえ。確かに破壊できてたけど。信じる。行くんだ、フィオル。ライン。めっちゃ戦闘。ライン、死なないで。おうよ。今度は信用されたな、俺。みたいだね、こんな時にもそのネタ、うわー、めんどくさそう、連戦でしょどうせこれ、ほらー、もうなんかすぐ、うわ、もうすごいいるもん、おい、レンジで行くぜ、ほら、オッケー、ダウン、ナイス、オッケーオッケーオッケー、あれ、なんかすごい食らった、え、ダウンは 1体だったよね、あれ、なんかすごい2体すごいダメージ食らったけど、えい、お、弾かれる、ほら、おお、オッケー、もうラインのね、こっちが崩した後の戦闘が神がかったタイミングでやってくれるっていう、弾かれる、しかし耐えろ、リロードがどのぐらいか分かんないけど、えい、いけるか、まだか、 OK、 これで崩せる、どのぐらいだろう、おお、さすが、おか、これでいけるか、崩して、これダメか、オッケー、 ケイ、大ダメージ、あれ、連戦ではなかった、だいぶ
きついね。お前もともとこういうことに向いてないもんな。下がってていいぞ。あとは俺が片付ける。息も絶え絶えで説得力ないよ。だよな。ほんと仲いいなこの二人。まさか一人でたぞ。弾かれてるよ。シェルク、嘘。できないって。嘘。この。嘘でしょ。おお。かっこいい。おお、すげえ、なんかもうバリバリ言うてるね。スーパーサイヤ人みたいな。かっこいい。すげえ、モナドだ。そうか、あの時家にいなかったのはこれを。見えてきたぜ、希望。うん、かっこいい。バリバリのスーパーサイヤ人だよ、やっぱ。いや、ビッグアタックとかすればいいんですね。うわぁ、ダンバンさんの攻撃だけすごい面白いようになってる。すごい。おお。お、なんかあれ？ダメージが来る。あ、なんか変だ。あれか。なるほどね。あ、なんか変なオーラを無音出したのは。なるほど。ピオロンはどうした？居住区へ。すぐに追いましょう。これじゃ外から回るしかないぜ。え？よし。商業区から一気に切り抜けるぞ。はい。すいません、モナドで切れないのか、こういうのは。え、大丈夫。ああ、時系列が違うのか。え、大丈夫。なんか若干死亡フラグに見えるけど、そんなことねえか。え、わぁ、やっぱダンバンさんが。すっげえ面白いように倒してくるんで。さあさあ、おお、ダンバンさんや。おっ、兵長か持ってないんだな。兵長ですね。おっ、なんか普通に強いの持ってる。これ持ってた。さあ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 、あれ、あ、すでにもう強いの持ってた。あ、ダンバンさんが一番弱い装備だった。ああ、そういうことですね、これね。あー、しかも、それに変えられない。あ、いわゆるゲストみたいな感じで、あ、まあ、レベル高いですね。おお、これですね。なるほど。あー、変なオーラですね。いいね。ちょっと倒せて、お、強っ。おお、これか。2000とか、え、これまだ序盤ですよね。世の中に、え、まだ序盤ですよね。でも、本当ですよ。ダンボンさんから、ね、100人で。あ、パズ、あ、いいな。おー、あ、死んでました。うわ、強え。連携がサクサクですね。もうね、でもサクサクいってる。経験値1とかいらないですね。はい、さあ、いやでっかいのは、でっかいのは避ける。いい加減ちゃうね。ワイワイ楽しい楽しいなんて言って来てる場合じゃないんですよね。こっちかな。んでもまあね、記念に来た、来た、来たぞ。いや、みんなというか、ナンバーさんのおかげです。足が崩れるとか見てくださいよ。おお、そういうことか。あ、無双終了。ダンバ、無茶だ。これ以上モナドを使うのは。無茶でもやらねばならん時はある。すげえ重傷や。いいえ、やっぱり無茶です。シュルク、だから。あ、そういうことか。だから僕がやります。待て、シュルク、お前には無理だ。シュルク、
おお、なんだ目がすげえ。なんだなんだ、え、あの集中しすぎると周りがゆっくり見える的な、これは感じ、あのスポーツ選手の、あ、ほうほうほう、おお、これで避ける、当たるんかい、ん、あー違う、なるほど、なんだ、あのスポーツ選手ばりのあの集中力かと思ったら、そういうことではない、ああ、なるほどね、おお、すげえ、すげえ接触、いや、あのなんか未来的なものが見えるのもすごいけど、今の、いや、未来を知ってその後の動きもすごくね、背中は任せとけ、シュルク、体はなんともないのか、ええ、それよりさっきから変なんです、先のことが、少し先の未来が目の前に見えるような、これもモナドの力なんですか、未来が見えるだって、そんなバカな、本当なのかシュルク、はい、そうか、以前ディクソンの言っていたモナドの隠された力、もしかしたらそれが、え、いきなりその武器、今は何も考えるな、モナドが見せたものを信じて戦え、はい、いつの間にあの武器、ダンマーさん、ほうほうほう、あー、なんか変わったんですね、うんうんうん、なるほど、あー、はい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 、モナドエンチャントっていうのがあれですね、オーラみたいなの出すやつですね、ていうかそういう効果があったんですね、多分物語冒頭で意味をも分からず使ってましたけど、おお、もうサクサク、気持ちいい、気持ちいいな、サクサクビューっていくんだ、違うか、あ、なるほど、回っていけと、回っていけばね、こっちなかったでも、アイテム回収、回収できる、この野郎、俺のアイテム許さない、行く、さあ、次が始まるんじゃないよ、これだ、ありがとう、うまい、本当ですよ、アイテムを回収、なんか待ち構えてらっしゃいますけど、行くぜ、モナドの力を見せてくれる、来た、はい、みんな、おー、攻撃してください、なんかさっき一瞬変な声が聞こえた、でも経験大変わらせないですよね、うわー、見つかった、この野郎、ちょっと痛いんだけど、なんかモナド使ってると随分奥義が違うような気がしますけど、なんか一気になんか和風技だったんですか、お、もしですね、うわぁ、来たよ、やっぱ来たよこの人、この騎士に顔があるのか、隊長と同じこと言ってる、そうさ、モナドの力があれば、いや、これなんか絶対ダメなパターンでしょ、これ絶対なんかあれでしょう、勝てないんじゃないこれ、流れ的に、もうあれ弾かれるんですけど、え、弾かれてません、お、あれ、ああ、なるほどね、やっぱこれ負けイベントじゃないですか、さあ始めるよ、ほら連携、崩し、転倒、あ、崩れるのかな、何があるんだ、ロックに崩し、お、なんか、疾風拳が崩しのチャンスの連携、チャンス連続攻撃、わあ、びっくりした、わあ、びっくりした、わあ、びっくりした、
おお、すげえダメージ。エンチャント、エンチャント、いけ、オーケー、結構。あ、でもこれ倒せるのかな？結構いった。あれでもなんか HP 減ってなくないですか？あれ？気のせい？おいー。どうだろうな？あ、やっぱり倒せないんだ。いや、モナドは聞いてないけど、戦闘は聞いてたよね。なぜだ、騎士兵なら、糸もたやすく立てたモナドが。なんだ、あの光の筋は。他の騎士兵にはあんなものはない。つまり何、まさか、完璧な光の筋がモナドで切れないことに関係してるのか。そんな、冷静に。冷静やな、主人公。ここは、俺が引き受ける。無茶だ、あんただってもう。なんかバリ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 見えてる。おお、もうびっくりした。みんな今のうちに逃げて。フィオルン、かっこいい。フィオルンかっこいい。おお、未来か。おお、この街はコロニー9は私たちが守る。おお、さっきと同じポケ、うん、逃げるんだフィオル、逃げるんだ。そんな声、そんなに叫べるんだったら助けに来て。転倒させましょう。あの、さっき転倒させてたね。あ、これでもダメか、やっぱね。さあ、チェイン涼しい。お願い。そうし、俺の番だな。と。頼むダバン。おう、入る。どうしよう。なんか剣術師の、出血でいいのかな。おいしょい。今度は僕の番だ。何がいいのかな。そこまで。おっと、びっくりした。何がいいかな。ヘイト。おお。すげえ。何がいいんだこれ。転倒崩しの、どころ、近距離出血靴子転倒、その時で物理耐性弦の話かな。すごい、めっちゃ続いた。
げえ身体能力すげえな。なんか受信した？なんだなんだ。かっこいいな。マジっすか。気持ちいいね、風。うん、忘れていたな、この感じ。ここってこんなに静かだったんだ。シルク、いっつもラインといるんだもん。騒がしいのはそのせいよ。かもしれない。本当に静か。これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。完全フラグでしたね。よう。あれからダンバンに会ったか。うん、俺はまだ無理そうだ。強いなお前。そんなことないよ、逆に慰められてきた。そっか、そういう人だもんなダンバンは。うん、モナドがなくたってあの人は強い。あのシュルクか、体なんともないか。はい、僕は大丈夫です。それより、あの、俺は泣くつもりはない。え？一年前俺は今日と同じくらい深い喪失感を味わった。体験の警告での決戦ですね。あの戦いでたくさんの仲間たちが帰らなかった。動けない体でここへ運ばれてくるまでの間、あいつらのことばかり考えてたよ。だが泣かないと決めた。あの決戦で死んでいった彼らには守りたいものがあったんだ。家族や恋人や故郷、それらを守って戦ったんだ。そして勝利した。どんなに辛くても悔しくても悲しむことはない、そう思うことにしたのさ。ダンバンさん、シルク、フィオルンは後悔していないはずだ。あいつは俺たちを、いやお前を守りたかったんだ。そしてお前は生きている。だから俺は泣かない。はい、フィオルンがくれた命、そう思って大切に生きていってくれ。頼む。まだ分かったとは言えません。でも分かりたいと思います。それでいい。俺もずっと分かろうとしている途中だ。強いなこの人たち。ヒオルンがくれた命を大切にか。やっぱりあの人は強いな。僕は決めたよ。え、
命の使い道、あの顔のついた鬼神兵を追うシュルク、あいつらがこのコロニーを焼いてフィオルンを、僕は必ず見つけ出す、見つけ出して必ず倒す、あいつらを笑うとこ悪い、おかしくってさ、まさか先に言われると思ってなかったぜ。ライも？ああ、同じこと言おうと思ってたんだ。意外だよ。説教されると思った？命を大切に使うってそういうことじゃないとか。そうそう、そんな感じ。絶対そう来ると思ってた。頭の中に二人の僕がいるんだ。一人はそう言ってる。ダンバンさんの言葉をちゃんと聞けって。もう一人は？あいつらを許すな、あいつらをやっつけろってずっと怒鳴り続けてる。それもこっちの方がずっと声が大きいみたいだ。そりゃきっとシルクの中に住み着いた俺なんじゃないか。納得、道理で声でかいわけだ。だろ強いな。いつ出発する？もちろん今だな。行くか。捕まうぜ未来は口癖なんですかね。お、ディクソンさん。あ、切り替えてこの辺にしますかね。物語に関してはですね、この辺で止めておこうと思います。続きが気になる方は、Wii 版か、もしくは今度出るニュー 3DS 版のですね、買ってみてください。それでは、今までご視聴ありがとうございました。ではでは。